ああ。結局試合はドローとなりました。え？勝敗の行方は PK 戦に出委ねられます。たー！ PK だおっと、クリー！ア、どうしたい？ PK やー！お前、どうすん？見てくれよ。マッスル武田、1ってなんやねん、こいつ。決定力1ってどういうことなんやろ？ PK に決定力っているんか？相手の裏をかくけど、キックがゴミ。キックゴミなん？わからんねえ。ちょっと未知数やねえ。もう順番通りでよくない？もう PK、もう99やねんから。なあ。マッスル99やねんから、マッスルに任せよ、もう。行こう！サポーターの声援を背に、最初のキッカーが PK へ落ち着いてきました。まあ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 。もう、しょうがない。何を思うのか。オッケー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 。よしよしよし。うわ、真ん中で来よった、こいつ腹立つわ。ここがあります。よしよしよし。確実に沈めました。うー、怖い。ペナルティースポットにセットします。もうこいつらなんで真ん中蹴ってきよんねん。よっしゃ。あー、怖い！怖いよ！あ、もうしょうがないね。キッカーがそっとボールを置きます。やばいやばい。震える。あーじゃあ、ははあー、やめて！外して！冷静に決めました。いやー、真ん中に来よる！キーパーの横への動きをよく見ていました。これを外すと負けになります。プレッシャーがかかりますね。よっしゃ。ああ、はあ、はあ、どこへ蹴るのか考えているんでしょうか。よっしゃ、外した。よし、入れば勝利が決定します。プレッシャーがかかりますね。やった。これでチームは4点に残りました。よかった。この重圧の中ですから、難しい PK だったと思います。マジで。あの選手は人並み外れた度胸の持ち主なんでしょう。苦しすぎるやろ、PK。決めましたね。安定しています。よし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 。さあ、自己最多の準々決勝。突破で準決勝や。はあ。クリアミスか。いや、マジ東口のおかげやわ。はあ。